が真っ青だ。病気なのか？ああ、持ちこたえてるが、でも熱の上がり方が尋常じゃない。どんどん熱くなってるんだ。この子の名はシアーナ。妹だ。落葉の砦で手を貸せる人は？俺たちは難民だ。期待はしていない。ここには医者が一人しかいないんだ。彼は気難しい。心に影があるんだよ。心に影があるって？名前はガリーブ。頭はすごくいいけれど、人に対して無関心なんだ。きっと荒れ地に心を蝕まれたんだろう。ずっとああだったのかもな。どっちみち助けてはくれないよ。それはどうだろうな。そいつはどこに？聞いた話じゃ紋章の門で戦いがあったみたいで、手当てをしているらしい。ガリーブか？医者だろ。追放された土地を一日中見つめて我が身に同情して過ごすつもりだったが、お前はよそ者だろ。面白いことになりそうだ。難民集落から来た。病気の娘の兄からお前のことを。引き受けないぞ。何？ダメだ。薬は無駄にできないし、治療をする時間ももったいない。道具もだいぶ手薄になってきたしな。包帯用に使っている汚れた布並みに薄くなってきた。なぜ助けないんだ？こう考えてくれたまえ。私が手に入れられる数少ない品物は密輸品で、しかも高価だ。ベヒーモスの分け前は軍に行く。もちろん城塞からの要求もある。ヘリスのハヤブサはいつもひどい怪我をしてくるからな。残りは貴族のためのもの。彼らはたっぷり報酬をくれるだろう。だったらこう考えてみろ。少女が病気なんだ。まるで私たち二人は思想の袋小路にはまったようなものだと思わないかね。力ずくで奪うこともできるんだぞ。問題は起こしたくないだろう。それにシャドウカージャのために働くただ一人の医者を傷つけるのか？会ったばかりだが、そうだな、悪くない。砦に申し立てろ。彼らが生死を決めるんだ。集落の小娘に残りの道具を使ったら、お前が何をしようと私はひどい罰を受けるだろう。お前はひどいやつだな。善人を治す薬はないが、この仕事を通して善人に対する免疫はできた。だがまあ、たった一人の少女に強い思い入れがあるというのならば、取引をしてやってもいいぞ。事前だよ。サンダー城の心臓と交換だ。それは事前じゃないだろ。だが取引ではあるだろ。貸し借りなしだ。今はな。その部品はそう簡単に手に入るものじゃない。運の良いことにサンダー城が信託の渓谷にいる。ここから北西だ。間違いない。よくその犠牲者を治療しろと言われるからな。ほとんどが逃亡者だが。お前のために行くわけじゃない。別にやらなくてもいいんだぞ。だが急がねば砦に戻るぞ。サンダー城はすぐ見つかるだろう。見つかる前に見つけないと。
願ってもないな。部品を持ってきたぞ。約束だ。お前は少女治療しろ。約束は守る。だがしかし、たとえ生き延びたとして、この子にどんな未来が待っている？未来が全くないよりはいいだろう。素晴らしい言葉だな。さあさ、善は急げだ。優しさは長続きしないからな。この娘は機械もハヤブサも一周した。君は戻ったのか？妹さんに会わせたい人が。どうやって？どうしてこんな僕らに？いや、待て。聞かない方がいいな。影が通り過ぎて消えるとまずいし。賢いやつだ。妹はちゃんと治療を受ける。だよな。私の邪魔をする者がいなくなればだが。娘は恐れ知らずね。私なら太陽の広場に固まってしまうわ。